10分間のカウントダウンが始まりました。 GT500 クラス最終ラウンドの Q1、 千代勝正、さあ初めてのチャンピオンへ向けて高星に Q2 進出をプレゼントできるかどうか。今コントローラインも通過、1分36秒129。セクター3わずかに遅れているが、トップタイムが入れ替わる可能性がある。カーナンバー100番山本直樹がトップだ。1分35秒615。 NSX がトップ浮上だ。17号車のアステモ NSX、 1分37秒の7秒の12にはちょっとアステモこれはタイム離れてますよ。100号車に比べるとタイムが少し離れている、1秒5離れています。松下信春、そしてカーナンバー12番のインパルが戻って、インパルが今5番手に入りました。インパル5番手に入りました。さあそして3号車と23号車の日産、そして17号車現在12番手だが、アステモ7番手に入った。ゼントが9番手に落ちた。そして8号車の NSX が4番手に上がった。アステモ8番手だ。そしてレッドブルが4番手だ。17号車のアステモはノックアウトゾーンだ。チャンピオン争いが、これは黄色信号が灯ってしまうのか。そして14号車の山下健太がコントローライン通過したが11番手。14号車は11番手。これでチャンピオンの目が消えてしまった。9番手、残念ながら23番モチュールオーテック Z は Q2 進出ならず、松田継夫でした。17番のアステモ NSX-GT もチャンピオン争いの現在自力優勝が叶う3位だったんですが、10番手で予選を終えました。 GT500 始まりました、始まりました。10分間のカウントダウンが始まりました。さあ相当路面が下がりました。路面温度が今路面18度、20度切った。あーもう20度切ってるんだ路面温度。ランキングトップ、クラフトスポーツモチュール Z の高星光則。さあ今ようやくコースインだ、赤い Z。 さあチームとしては5回目のポールポジションなるかどうか。坂口瀬名としてもシーズン4回目のポールなるかどうか。そしてベルトランバケットも燃えている、ベルトランバケットも燃えている。セクター1では一番速いぞ。19号車のタイムはどうだ。カーナンバー19番タイムは1分35秒306。1分35秒306。2番手に高星光則が1分35秒916。坂口瀬名が現在トップタイム。チーム5回目のポールポジションになるかどうか。そしてベルトランバケットがコントローラインを通過して2番手だ。さあそしてちょっと待ってくださいよ、100号車だ。100号車の牧野がセクター1で全体ベスト。セクター1でなんと19号車のウェッツスポーツを上回っている牧野忠介。最後の最後にアタックをしているのはスタンレーなのか。さあスロー走行しているマシーンもある中、それをかき分けながら牧野忠介が V 字コーナーに入っている。セクター2で自己ベスト、牧野忠介セクター2自己ベスト。そしてブルーフラッグが振られている横で、さあ23号車を捉えてヘアピンに入っています。さあ何としても19号車を上回ろうという勢いが感じられそうですが、ちょっとセクター2でわずかに落ちてきているか。さあ牧野忠介ここまで削ってきている。90度コーナーに入ってくる。 Q1 では山本直樹がトップタイムで締めくくっているこの100号車を。さあこれでポールを取れば牧野忠介も初めてのポールポジションだ。カートの時代からも、さあこの才能には定評があります。その牧野忠介が初めて大仕事をやってのけるか。カーナンバー100番どうだ、トップだ、牧野トップ、19号車を上回りました。1分35秒194。牧野忠介が最後の最後渾身の一撃。チェッカーが出ている予選の Q2、 19号車の5回目のポールポジションを打ち砕いたのはカーナンバー100。逆転チャンピオンへ向けまして一番欲しかったベストグリッド。さあ結果コースレコード GT500 でも出ました。カーナンバー100スタンレー NSX-GT が来るというのはちょっとね、 Q2 でもびっくりしました。